この悪魔の実の数字の法則がこのぐらい偶然にできちゃうんだよっていう話なんですけど、ワンピースのボスキャラ、まあ黒ひげが闇の実を食べてるじゃないですか。で闇闇っていうのは8383で、今までルフィが相対したボスみたいなので言うと、闇闇の83、ゴロゴロの56、ニキニキの29、イトイトの110、スナスナの47っていう数字が出てくるんですよね。全部足すとこれも、325になる。これを要するに三つ子っていう風に読むとしたら、黒ひげがサッチの魂と、白ひげの魂をどっちも有している海賊機のドクロが3つあるみたいなのを含めて三つ子っていう風に読める。ゴロゴロの実とニキニキの実とイトイトの実とスナスナの実の能力を能力者狩りで手に入れるとか、仲間に引き込むとかして、で最終的にはその数字を全部足して三つ子になった黒ひげが、ルフィの前に君臨するみたいな。こうなるっていう話じゃなくて、このように、数字の法則を偶然見つけることができちゃうみたいな話なんですよ。ただの否定野郎じゃなくて、そうすることによって今後10人目の仲間説2と9に縛られることがなくなるっていう。でヤマトが仲間になる可能性もあるし、ローが仲間になる可能性もあるし、まあ、それこそビッグマムが仲間になる可能性とか。